いやでもあの優秀な後輩にいつも決勝で本当に胸を貸していただきありがとうございます。またかでも本当にエイトもフォーも見てましたけど、もう矢崎くんのダンスは対戦相手を上げてくれます。本当にもうそこも見えない本当に素晴らしい上げ方をあなたのダンスが招いてくれてると思います。だからこそ自分が一番になりたいですよね。そうさ、ちょっと決勝はきつかったっすねこれでも朝走り出したんですけどね、またダメですね、走んなきゃダメですね。もっと走る、なるほど。確か前々回ぐらい聞いた時はもっとフロア行かないとダメだっていう話だったんですけどフロアきついですね。でも知らないうちに床が目の前にあるんですよそれは高低差の問題ではなくて大丈夫です癖でもうすぐニーダウンとか下の端にやるつもりないんですでもすごい素敵な踊りでした。本当にありがとうございます。山梨から参加してください矢崎八木くん、お疲れ様でした。さあ、それではですね、続きましてです、では立ってみましょうおめでとうございます。見事122分の1に勝ちました。鍋谷はまず優勝賞金30,000円。いやー、10年の思いも積もって何よりも一番重い賞金だと思います。おめでとうございます。そしてこちら優勝の証チャンピオンボードすげえ嬉しい。はい、食べた。いやー、バトル前にもね、10年でここまで来たからということで、で宮崎くんで勝ち越したい、見事ね、やっぱ2-1で勝ち越しというか、まあこのスーフラでまた優勝で、こういうメンバーの中で、しかもそのセミファイナルにはね、鈴木雄介というメンバーもいたりして、本当に素晴らしいこのトーナメントを勝ち上がってきて、果ての優勝を掴んだと思います。今日一日の感想聞かせてください。今日は予選からすげえなんかサークルのレベルもなんか知ってるやつばっかで、うわこれ高えなとか思ってたんですけど、去年おととしと自分がダンス始めてこれかっこいいなと思って原点に戻って、で今年去年の年末ぐらいですから、もうちょっとこうロックダンスの原点的なところにちょっと戻りたいと思って勉強してるものを今こうして今の自分で出せることっていうのをやって、そうですね、今ここに立ててるのは非常に嬉しいと思います。とにかくね、ね多分あんま経験ないんじゃないですかね、コメントがまとまってないですよね。そうなんですよね、だいたい優勝するバトルってさらっと終わるんでこういうのないんですよそうですね、10年頑張ってここで出続けてよかったと思います。最初5年目予選落ちて、そこから4年ベスト8予選落ち、ベスト4ぐらいをずっと繰り返してやっとここに立ったんで、みんないつか立てると思います。僕ももう一回勝ちたいんで、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。それを自分自身で体現して成し得たからこそある説得力、おめでとうございます。なせばなる何事もというね、素晴らしい、バトルを見せてくれました。おめでとうございます。本日のみんな優勝はなべたはい、さて、ではですね、本日審査に当たってくださいましたですね、ジャッジの皆様にですね、本日の総評をお伺いしていきたいなと思いますので、じゃあまずコーチからお願いします。2番マイク使います。はい、あー、大丈夫ですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい、もうバトルが面白いなって思えるあの空間がこういうところにあってすごくいいなと思います。で、ここでジャッジさせてもらうっていうのがすごい光栄なことで、本当に皆さんありがとうございます。でもない、60の決算の連続ありがとうございました。
そうですね、トーナメントはもう普通になんかすごい面白く楽しめたんで良かったです。で、まあ、予選とか、まあ、そういうのに関してはなんか音が結構乗れる音というかこうで音自体もこうメロディーがあって抑揚がいろいろあるような曲がなんかいっぱい流れてるのに結構変わらない格好が多かったかなと、思って何だろうな、なんか音の雰囲気をもうちょっと聞いた方がいいかな、そのなんていうのかな、音にこうなぞってもなんかそこにリズムも音楽も感じれないとなんかもったいないんですよ。なんかなんていうのかな、こうすごいねシンプルなことで全然トーナメント上がった人らは表現できてて、それを思いっきり出してて、うん、だから立ってるこうスタンディングで踊ってるっていうところからステップ踏み出すっていうだけでも雰囲気って変わるんですよね。実はそんなに難しくないけど、そこに気づいてる人はそれを表現できてて、なんかそのバリエーションとか引き出しは自分のやり方でいいけど、それでリズムメイクだったり雰囲気だったりっていうのを表現して、で音の切り替えつく、そうなんかちょっと変わるなっていうところとかも多分音楽をちゃんと聴いてるから表現できてて、でそれでイメージがどん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 湧いて、あそうイメージがね大事だと思います。そのこと今気づいた言いながらなんかこう音楽聴いてそのイメージが湧かないのかなって思われちゃうというか思っちゃうとやっぱもったいない。でそれをが出るのってなんか音楽のことをちょっとでもこう知ってきたら多分ちょっとずつ掴めるんじゃないかなと。もうそんな別に偉そうなことは言えないんですけど、自分の中で正解とかはないと思うんで、自分の中でそれをやってほしいかなと思います。はい、あとまあベーシックというかファンデーションみたいなものが多分あると思うんですけど、それをこうそのまんまずっと別にやってほしいわけじゃなくて、こう崩したり自分なりの表現だったりリズムメイクだったりっていろいろやっていいと思うんですけど、こう結構頑張ってやってる人は頑張ってじゃないごめんなんかねちょっと無理があるなっていうふうに思えちゃう人が、結構多かったかなと思います。で動かしてる部分はリズムを多分音聞いてなぞってはいるんですけど、なぞってる部分以外は全然死んじゃってるなとか、なぞるだけなんですよ。なんかこうなんか多分ねアクセントとかもっとためとかズンって入るとかなんかそういうバリエーションをかっこいい人は絶対やってるはずなんですね。でそれをパクって同じことやってても多分それはねあんまり様にならないと思うというか、俺が見た感じ今日見た感じはそういう風に感じました。なんでそこにもうちょっと音楽の感じを多分入れれたらすごいいいな、うん、でもそれをそこまでやるの大変だっていうんだったらそこまでやんなくても別に自分の表現できることでもっともっと変われると思います。変われると思うんで、まあ、こういういろんな人がいる場所をせっかくあるからいろんなアイデアをもらってまた自分で踊って表現してっていう風にちょっとずつみんなが進化していけば東京は明るいんじゃないかなと、はい、思います。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。皆様お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございました。ね、俺は短く、そうですね、踊りは色気、ね、色気で踊ってください、うん、あとみんな音楽のこと言ってたけどやっぱり音楽って音を楽しむんだから、はい、音を楽しんであげて音楽をもっと好きになってくれたら表現が違うと思います。例えばセリフでね、ああなるほど、僕は君が好きだとか言うじゃない、うん、けど僕は君が好きなのか僕は君が好きなのかそういうのもあるじゃない、方言も違う、表現の仕方だと同じメロディーというか同じビートとちょっと違うんで、そういう手法もよく考えてあげると自分なりの、手法が出てくると思うのでそういうことも考えてください。あとまあベスト8は、ね、いつも抜群の安定感で、ね、あと今日はちょっと誰だっけ
なんか今日はもうちょっとね、雰囲気は持ってたんで、やっぱその感じが、出て、優勝できたと思います。はい、皆様お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、本日はね、本当にまあこの参加人数の中でですね、素晴らしい苦渋の決断ばかりだったんですけども、ナイスダンスを全てさばいてくれたアジャジの坂田、そして素晴らしいジャッジでも本当にありがとうございました。お疲れ様でした。